はい。はい、こんにちは。せーの。オリケンチャンネルです。今日はですね、昼ご飯に蕎麦を食べに来てます。この蕎麦美味しいもんね。山芋がね。足が入らない。でも蕎麦最高。マリアは？蕎麦好きやろ？好き。マリア結構食べ物の好きな幅が多いね。大体何でも好きやもんね。葉っぱ系じゃなかったら何時？葉っぱ系？葉っぱ？雑草やろ？雑草食べるってやろお前。違う。あ？なんか葉っぱ系。匂いが。あ、シソ？そうシソ？パクチーとかね。そうそうパクチーとか。ああ。葉っぱみたいな。葉っぱね。やろ？はい、それでは今からご飯食べましょうかね。はい。いただきます。この山芋も美味しいよね、そばとね。あ、いい？あ、いいよ。あ、違う違う。蕎麦は逆じゃん。びっくりした。知らなかったマリア。いやそれでも美味しい、そっちも美味しいかもしれないよ。いや。ただ私たちは分からないかも。いや違う、そつけて食べるマリアそば。つけて食べるそば。ちょっと待って。はい食べてください。いただきます。これつけないで。はいどうぞ。いただきます。あちょっと待って。ママだこれ。ゆずこしょうね。ごめんなさい。あなたはもう昼食べたでしょ。あ、いただきます。失礼します。な？山芋伸びとうけど。おいしい。おいしそうやね。よかったね。うん。パパの。ね、本当よう食べたねケント、ここに。パパにいっぱいネギ入ってますけど。パパにネギいっぱい入れて、パパに漬物食べます。パパに天ぷら揚げたからマリアも漬物もらう。あなた何もあげてないから食べんでいいよ。そうよ。お前本当お前食べんでいいんじゃんお前ご飯食べちゃうやん。何食べる？いやちょっとあんたちも見て、ちょっと待って漬物。一個もないよあんた。取りすぎなんだね。一個稼げなのがあるけど。めちゃくちゃ。おい。おい。どこ行った？は？うん。パパ。あとでスーパー行こうか買っちゃう。いっぱい買って。いっぱい買う。俺が持ち運びしとこ。どっか食べるとき漬物取られてもいいよ。携帯漬物。ああ。そば食べる。ああ。なんか何年取られる気あれでもこの間楽しかったソルトちゃんとめっちゃ楽しかったよ。ああなんかもうめっちゃ可愛いしね、もうずっと見つめよって そんなに見らんでって言われよったけんでもあのプリクラのめちゃくちゃ可愛かったよね。可愛かった。ママみたい。楽しかったよ。うん可愛いね。あちょっとね分かる人には分かるけど、ああこういうポーズとかこういうポーズをね、ああ取り寄ってでそのねパパが今可愛いって言ったシーンが、うん、マリアのチャンネルで見れるのでよければ来てください。あらまたまた CM したじゃないですか。また何か文句があります。パパそろそろあれあのメニューが作ったらいいんで、あお金お金ねもらうね。いやもうそれはやっぱママやっぱそれはやっぱ娘がかわいそうやき、うん、ここのご飯代はマリアちゃんが出す。お黙り昨日あのまだディディにまだ小遣いもらった。もらってないもらってない。まっすぐ入ってたボケだ。あれも忘れてる。全然もらってない。まっすぐイラつく。ママ相当イライラするわ。で、あんたの娘相当イライラするわ。誰に見たのかな。これね。うん、あのよ前よく言ってたでしょ、キュンと。いつも私インスタに出してた。うん、で、これやっぱもう外国人から見たらもう。あこの山芋ね鼻水に見えるね。鼻水かちょっと悪いのなんか別のなんかしか見えないでしょ。うん。本当みんないつもショックねみたいな、うん、何それ何それ何それ。で一つ二人フォロワーが書いてたのは、うん、あの私のあの息子、うん、息子が娘覚えてないけど子供が見たら聞いてたよ、なんでこのお姉ちゃんが鼻水を食べる、うん、ねごめんね。
鼻水美味しいね。私は今それしか見えんけど、うん、ないね、向こうで山今日もまだ、ね、ママあれやね、なんか肌が綺麗やね。ものすごく。うん。ものすごくいつも綺麗な。やだ。あら。マネせんでしょ。あらば、やだば、やだじゃないば。何？やだ。やだ、やだじゃない。レオナお尻やりどうするかね。こっち向いてかせよ。やだ言わんね。言うよ。あらやだよ。うん、そう。あらやだ。まだまだ。めっちゃ美味しい。初めてまでここ来れてるの。カツ丼とか。カツ丼けど来れないの。ん？美味しいけど。カツオ節やろ。醤油がなかったけど。カカオ。美味しい。カカオ。カカオ。合わんすぎ。色に重要やねんもなったらく。ね。おかかね。うん。おかか。マレ、いつも何食べたん？ここ来たら。肉うどん。あ、肉うどんか。うん。カツ丼食べたかったけど、うん、ダイエットやってきたの時。うん。ちょっといただきます。その後マリエにもパパのやつ。あんた、何でもパパの動機ね。私？うん。だって大好きもパパ。パパが大好きなのと別に山芋を取るの関係ない。関係あるよ。関係ないよ。パパ食べるの全部食べたい。知ってる？あのファン、大ファンだから私。ああ、そうなん。パパ食べるの私と食べる。あ、だけレオナもパパの全部食べろうとするね。ねえレオナ、うん、うんじゃないよ、取れないいつも。なんで？マリアダイエットだけダメ。そう、マリアダイエット。うん。マリアダイエット。一口だけ？なんで？パパの大ファンです。マリア、いっぱい食べていい。そうそう、一口だけ食べる。うん。なんか醤油なんかかけたら最高。いやもう醤油かけないよ、その味ついとん。美味しい。うん、美味しい。で、カカオ泥棒がいます。あ、カカオやね。おカカ泥棒がいます。カカオはココアつけるもんといた。すいません、すいません。あんたご飯今っき山芋の食べてウェイベイベイちゅうてん。ついてないか。あ、ついてないとか。パパのどんどん取れる。もうすぐ夜ご飯よ。そうレオナ、今っき昼ご飯食べてる、食べんときよ、あんた夜ご飯入らんもんなるやん。そう、偉い遅いね。うん、夜ご飯何しよう。ん、何しよう。何も危ない。ご飯食べ終わった。ごちそうさまでした。どうした？辛い、おいしい。 あの、柚子胡椒結構入れたい。顔赤くなった方がいい。そんな、うん、本当に。うわ、何しよう。恥ずかしい。ああ、そうな。ちょっと待って、俺や。横の娘ね、しゃっくりが出ようが。食べ過ぎじゃないか。何しよう、しゃっくり。見て見て見て。あ、なんもない。これね、絶対ね、今度こう入るよね、こうやって。いや、入らんやん。こうやって入るんや。あ、俺2回入ったもん。マリア4回。じゃあなんでしゃっくりしてるの。ちょっと食べ過ぎたじゃない。うん。かわいい。どうも。ね。マリア。に大きく息止めたらいいわ。はい。それ聞かんの、マリア。あ、耳押さえ。耳押さえて、耳。そう。なんで？あ、なんか耳押さえたら止まるし聞くね。嘘、関係ない。いや、ママ今耳押さえ状況、マリア何も聞こえんけ。二人でどっかデート行こうか。聞こえよ。あ？聞こえるよ。行こうかね。行きたい。そうなの。ねえ、初めて聞いた。ロシアで大きく息最近するやん。ああ、何、息を止める、ね、息を吸って、ね、止めて吐いて、まだ息止める。ああ、ね、止まるまで。ちょっと待って、まあ、めっちゃ横のやつが気になってずっとしゃくりしようやけど。全然止まらん、これ。あと水ちっちゃく飲むとか、少し飲むね。あと蕎麦を鼻から吸うとかね。そうそう、ああ、してみて。ああ、それ一番いいと思う。
マリアむちゃくちゃやね。ほんとね。レディーらしくしなさいとか言い終わりにはね。じゃあマリアでも仕方わからんやろ、鼻からどうやって吸うか。パパ教える。ママが今からね。ママ、いつものやつ見しちゃって。ママいつも大体そば屋さん来たらね、鼻から吸いようかね。それも1本やないわ、3本ぐらいまとめて吸いよう。おかわり。でもマリア一回この間びっくりしたのが、片穴やったらいいけど、ママ両穴から吸うとき。食べ中。食事中ね。食事中。かわいい今の言い方。食事中ち。ね、もう一回言って。食事中。一生懸命踊りようね。いや、すぐやめる気、マリア言わんでいいだろ。逃げた。恥ずかしがりやき。見せんとき。どう思うマリア。何しゃあんだ。ママのね。うん、いいよ、撮ろうか。愛して、踊って。もう少し後ろ行っちゃうな、ちょっと。はい、頑張って、はい。あ、かわいい。学校で練習しよう、これ。めっちゃ上手やん。かわいい。かわいいじゃん。なんだ。え、つう、昨日見せよったん？ママたち出かけとったやん。うん。宿題しよう途中で。マリア見て見て、っつってから。ああね。昨日ずっと大富豪させられたきね。うん。誰が？ああ、俺たちみんなさせられたやん。大富豪。ずっと。負けてたね。途中でようなね。マリア、髪乾かしよったんよ。ああ、したら、マリア、マリア、パパとね、ママね、雑魚すぎわ。その後もね、ああ、こう、一回、どっか、あの、ママたちのとこ戻るやん。ああ、で、こう、髪の毛のケアしよったんよ。ああ、そしたら、こっち戻ってきてから、ああ、マリア、パパ、今、めっちゃ、最後、払わないで。で、して、どっか行きよったの。あれよな。今日パパとチーム組んでから仕方教えて言いよらんやったかね。え？でパパが雑魚ち？じゃあパパから聞かんでいいねやり方ね。自分一人で頑張んなさい。やだ。なんで？パパ雑魚やろ。パパママとチームになればいいんだけど。もうお前絶対パパ味方にだな。今日誰か泣きよらんやって？マリア昨日初めてしたけどカードめっちゃ強かった。ああ、今日は勝つ。今日は自分でするよ。ああ、もう仕方教えんばい、今回。ええー、当たり前。レオラがちょっと教えちゃいましたね。ありがとう、大好き。ああ、面白いね。面白いね、あれね。面白い。本当。まあそれか私知らない。ない多分。本当。あれ面白い、頭使うもんね。勝つのはやっぱ嬉しいね。ああ、特にパパに勝つのは相当嬉しいね。すっごい楽しかった。もう本当に最高の昨日最高気持ちよかった。黙れ。いいよいいよ言えて言って私の分かったから。マリアマリアマリア、この女性格悪いわこれ。ね、このロシア人も。お前さ、ナイス。あ、美味しかったマリア。美味しかった。むしろ、いや美味しかったし、マリアに聞いた、別にママに聞いてないんですけど。美味しかったです。うん、そうそう、ちゃんと作った人にはちゃんと感謝してね。そう。珍しくママの上に。いや、この間あのデートしてから仲良くなった日、最近。うん。いや、またまた仲いいよ。うん。いや、さらにね、レオナめっちゃ仲いいね。やけママのとこ来たね。そば最近仲良くなったんめ？違う、そば取りに来た。あ、そうなん、仲良くじゃないで、そば取り来ただけ。ママなったよ。痛い、足痛い、足痛い。あ、マリアもそれ好き。じゃ、おっかっか。次のどこ行くん、ママと。行くとこなかろう、ママと。いっぱい行きたい。どこ行きたい？ハリネズミ？ハリネズミカフェ。なんとかのカフェ。また別の猫カフェ。いろいろあるね。この前のその、あの前マリアと一緒に別の
パンケーキ屋さんがある、うん、あそこも行きたい。あ、ほんと？パパとどこ行く？は？ラーメン屋。まあ、ラーメンか定食屋さん。パパ、たこ焼き屋もいいと思うわ。いや、たこ焼きはちょっとね、家出したのが楽しいやん。あ、大丈夫、大丈夫、全部覚える。フォークに入れないの。パパとどこ行きたい？ラーメン。やろうが、まあ、この間裏切ったっけ。リョーナと行く。あ？何時？そのデートはリョーナと行って。うん。マリアともデートせないかんね、今度ね。どこ行くの？マリア。ルパイでデートしたらちょっとなんか。夫婦に間違われるんじゃね。それがちょっとね。いいよ、その時マリア。あ。ロリータでツインテールで行っちゃう。うわあ、ちょっとそれも。ちょっと待って。めっちゃスープガンガン飲みやすごいんやけど。今取れやつ。本当お腹いっぱいになってね。うん。すっごい眠たくなった。メリ？今あのちょうどトレーニング終わってるし。うん、トレーニング終わってきたからすっごい眠たくなった。俺もこの間あのマリママとマリアたち迎え行った時めっちゃきつかった。もう最近やっぱ忙しい、疲れだいぶ溜まっちゃうやん。でも今日は昨日ゆっくり寝たき復活しました。でも今月結構ずっと忙しいやん。またまたね。ね。来月なんかある気ね。やっぱ忙しちゃうね。何があるんかね。来月。でもマリアも来月はね。10月1日にね、最高の日になる気ね。ママの顔幸せだね。なんか、うん、どうしたの？なんか喋りたい？マリア、うん、来月ね、うん。珍しくね。うん、10月ね、日曜日毎週予定があるんで、いつもだいたい家におるけんね。うん。毎週？なんで？コスプレの合わせとハロウィンのお泊まりと、ほんと、もうちょっとしたらハロウィンあるね。それでは、かわいこちゃん3人で挨拶をしてください。はい。誰が今日する？今回は、ま、あの、マリアンヌちゃんがしようかね。今日は最後まで見てくれてありがとうございました。喧嘩する、喧嘩する。マリうるせえ。あれが教えたと思ってるんですけど。はい、今日は最後まで見てくれてありがとうございます。今日は最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。